サメ島マ太は、日本中央競馬会、立東トレーニングセンターに所属する騎手。父は、佐賀競馬場所属のサメ島勝也。2005年競馬学校騎手課程21期生、立東松田国久佐級者所属騎手としてデビュー。3月5日、中京 4R にて初騎乗を迎え16頭立て5着。同年6月4日の中京 12R 軽運爆心で、初勝利を挙げる。 7月の小倉にて、父勝也が1着、両太が2着に入り、JRA 史上初の親子騎手による1点に、フィニッシュを記録。この年は16勝を挙げ、関西所属新人騎手に贈られる、中央競馬関西放送記者クラブ賞を受賞。2006年は飛躍の年となる。小倉2歳ステークスでアストンマーチャンに騎乗して、重賞初制覇。さらに11月12日には、 エリザベス女王杯、ライラップスにて、初の GI 騎乗を果たす。この年は60勝を挙げ、関西リーディングトップ10入りを果たすなど活躍をした。2007年3月、塚田義夫と共に、見習い騎手新人戦全日本新人王総派戦に、選出。4月には、通算100勝を達成し、内イである3年を待たずに、見習い騎手を卒業。年月日付で、 フリーとなる。10月12日の第43回京都大賞展で東方アランに約1年半ぶりの重賞価値をもたらした。2015年3月1日に弟、サメ島マ春が JRA 競馬学校を卒業。同年3月1日の小倉競馬第6競争で兄弟が同じレースに起場し、 15番人気で17着の弟に対し兄が5番人気の馬で1着と先着した。8月には JRA 史上初となる勝也、両田勝春を親子3人、同一レース起場が実現している。2020年11月21日、阪神 10R 瀬戸内海特別を統計ミラで勝利し、JRA 通算300勝を達成した。ありがとうございます。